こういう素晴らしい機会に、ね、レクチャーに呼んでいただいて、このシンポジウムのオーガナイザーの皆さんと、それからこんなに大勢来ていただいた聴衆の方々にまずお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。私は作曲が好きでして、45、6年も作曲をやっているんですけれども、同時に読書したり物を書いたりということも好きで、そうすると自分がまあ作曲をやってる、作曲っていうのはなかなか言葉では説明できないものなんですけれども、自分が何をやってるんだろうかっていうことをまあどうしても考えて、それについて書くというような仕事もしてきました。で、今日お話しするのは、まあ、そういうやり方で、まあ、音楽の世界にいる私が現代の音楽っていうものについてどういうふうに考えているかっていうことの一つの面というのをお話しできればというふうに思っています。で、ここで音楽というお話を今したんですけれども、芸術音楽っていうものとそうじゃない音楽っていうものの一体どこに区別があるんだっていうのは、これはものすごく難しい問題なんですね。で、今日のお話を進めていくうちにそういうことについて触れることもまたあると思うんですけれども、とりあえず私たちが芸術音楽と伝統的にも呼んできているものの方から話を進めていきたいというふうに思います。皆さんのお手元に私の話のレジュメをお配りさせていただいた、その冊子の中にあるわけですけれども、その冒頭にですね、前世紀のつまり20世紀の最後の頃にポーランドの美学者であるタルタコビエツという人がいるんですけれども、その人がその芸術の概念について書いた文章を引用しました。で、芸術っていうのは極めて近代的な概念、西洋の近代の概念です。で、ですから世の中にあるほとんどの音楽はそこに属さないと言ってもいいんですけれども、しかし今日先ほど話したように、とりあえずはまず芸術音楽というところから入ってみようと思うので、タルタコビエツが言っているのは、芸術っていうものを考えるときに、これは西洋の伝統の中で、まあ、それの祖先にあたるのが古代ギリシャのテクネですけれども、テクネは技術というふうに訳しますけれども、テクネの焦点は技術そのよりもそのものよりもその技術を使う人の能力というものに焦点があったんだと。で、それに対してそれを引き継いだヨーロッパ中世のアルスというラテン語が表しているもの、アルスは直接的にはやはり技術という意味ですけれども、そこでは技術についての知識というものが芸術概念の焦点になっていた。しかし近世、この近世というのはルネサンス以降、特にバロック以降、つまり、1600年以降が非常に強くなる傾向なんですけれども、そこでは芸術の概念を論じるときにいつも作品というものをこう論じるということが中心になってきている。で、これは例えば私たちが芸術音楽の代表的なものを一つ挙げてごらんなさいとこう言われて、自分の好きな曲を挙げればいいんですけれども、例えばベートーベンの運命というふうに言ったとしますよね。で、これはベートーベンの運命っていう作品のことを言っているわけであって、ベートーベン自身のベートーベンの能力が芸術だと言っているわけでもないし、ベートーベンの技術的な知識のことを芸術だと言っているわけでもなくて、ベートーベンが作った作品のことを芸術だと言って論じるわけですね。ですから芸術を論じるときにいつも作品が中心になる。で、そうすると作品っていうのはこう物のようにこう自立した存在としてこう世の中にあるものだという考えが基本的な前提になっています。音楽作品っていうのが物のような存在なのかどうかっていうのも、これもまた存在論的にすごく難しい問題で、つまり椅子といえば、例えばピアノ椅子といえばここにこう存在してますけれども、そして彫刻作品ならここに存在しますけれども、ベートーベンの第五交響曲っていった時どこにあるんでしょうか。
演奏された時に確かに私たちはそれはベートーベンの第5交響曲だというふうに思いますが、演奏が終わってしまえばそれは消え去ってしまいます。あるいは演奏の途中でも一瞬一瞬消え去っていってしまいます。じゃあ楽譜なのか、楽譜は音楽作品ではありません。音にならなければ音楽ではありませんから。そうするとこの音楽作品というものはどこにあるのか、どういう存在なのかっていうのは存在論的にはものすごく面白い問題です。例えばカール・ポッパーのような哲学者はそれは第三の世界というような特別な、そういう知的生産物だけが存在するような、カテゴリーとして存在するような世界っていうのがあるんだというような言い方をするわけです。ただ今日はそれは面白い問題なんですけれども、今日はその話をしていると時間がなくなってしまうので、まずその作品というものがちょうど物のように自立しているもんだっていう前提があるということが大事だということを踏まえていただきたいと思います。でそうすると物のように自立しているっていうことは、それには形があって、その中には構造があるという意味です。で形も構造もないものは単なるカオスであって、カオスでなくて何かものとして存在するのならば形と形式、自律的な構造を持っているはずだということになるわけです。でそこでですね、じゃあその現代の音楽の一つの例として、これも70年近く前に作られた、あの京都賞の受賞者の一人であるピエール・ブレーズの彼の一番代表作だと言われている、ル・マルト3メートルという曲なんですけれども、あのタイトルにはあんまり意味がなくて、持ち主のない土、土って物を打つ時の土ですねというタイトルなんですが、あまり先入観なしにまずちょっとそれを1分ちょっとばかり聞いていただきたいと思います。お願いします。まあ、こんなような音楽です。あの自律的な作品と今言ったんですけれども、まあ音がめちゃくちゃにバラバラに並んでるようにしか聞こえませんよね。あのそれはもしこの中で音楽の専門でない方が大勢いらして、それはきっと音楽家じゃなくて専門的な耳を持っていないから単にバラバラの音の集まりにしか聞こえないんだろうと思われる方がいらっしゃるかもしれませんけど、少なくとも私にとってもこれはバラバラの音の集まりにしか聞こえません。だけれども、例えば天気のいい夜にですね、空を見上げてこう星がたくさん天に散りばまっている、でこれバラバラにランダムにありますけど、それ見て十分美しいですよね。でそれと同じように、まあ、バラバラの音の集まりっていうのが、まあ、綺麗だねと思えば、そうやって聞いていい音楽だというふうに思うわけです。でもそれだったらなぜこれが自律的な作品でありえるのか、つまり先ほど申し上げたようにカオスっていうものには形も構造もないわけですから、これ聞いてカオスにしか聞こえないわけですから、構造なんて聞こえないわけですよね。でそうするとなんでこれをブーレーズはこれは私の作品で自律的なもんだというふうに信じて提出したかというと、自律的なものとして作ったからなんです。でそれはどういうことかっていうことをこれから説明しなければいけないんですけれども、あのこれがこの音楽がバラバラな音の集まりに聞こえるものには、例えばまず構造的な
話だけに今日は話を限りますけれども、その構造的な面の中でもいろいろな要素が関与しているんですけれども、その中の一つ、つまり響きですね、伝統的な言い方をすれば和音とか和声とかっていうものですけれども、そのこの音楽の和音とか和声、つまり響きっていうものがどうできているかっていうことがバラバラに聞こえることの一つの原因になっています。じゃあそれはどうできているのかというとですね、ここでブーレーズは1オクターブの中にある12種類の音というのを全部まず均等な要素として使っています。1オクターブの中にある12の音っていうのは、1オクターブっていうのはここからここまでなんですけど、1、2、3、4、12個で13個目は同じ度に返ってくるわけですね。ですからこの中に12種類の音があるわけです。もちろんここの度とここの度を同じ音と言っていいのか、ここも度ですから同じ音なのか違う音なのか、違う音ですよね、高さが違うんだから。だけれども、種類としては同じだと考えるのが少なくとも17世紀からのヨーロッパの伝統です。ですからドだといえばここのドだろうと、ここのドだろうと、ここのドだろうと、ドというふうに考えるってことです。で、この12種類の音を全部対等なものだというふうに考えて、でそれを、数理的に組み合わせる。で、その組み合わせ方っていうのは直感的に組み合わせないで、ほとんど数学的な操作によって、例えば音に全部順番をつけてですね、でマトリックスを作って、そのマトリックスの中からこうある方向に音を選んでいくというようなことをすると、その音を、組織的に12の中から選ぶことができるわけですね。で、そうやって音を選んで、今みたいな割と音の密度の濃い曲をやるとですね、基本的に短い時間の単位の中で12の音が全部鳴るんです。12種類の音が、で12種類の音が統計的に全部鳴ってるっていう言い方をするとですね、極端な言い方をするとっていうのと同じです。これは12の音が全部一遍になっているものです。これが時間の上に比較的短いタイムスパンの中に散らばっているっていうふうに考えたらいいと。つまり12の音を全部同時に鳴らしちゃっているっていうことが、この音楽が秩序だって聞こえない一つの理由です。じゃあなぜそれが秩序だって聞こえない一つの理由なのかっていうことには、少し歴史的な経緯を遡って説明しなければならないと思います。で、例えばですね、私たちが普通音楽で使うという音階がありますけれども、これを使った時に7つの音を全部一緒に鳴らすということはしないんですね。この中から例えば3つ音を選ぶ、今度は違うセットを選ぶ、これも違うセットを選ぶっていうふうにしますよね。で、そうやってこの、これは和音ですけど、この和音を並べることによって音楽を作るっていうのが伝統的な作り方ですし、20世紀の初頭までそうでした。ですから音階を全部鳴らすっていうようなことは、一度に鳴らすというようなことはしないんですね。なぜしないかということは後で説明しますけど、でこういうふうに音階の音を全部同時に鳴らすということは、じゃあブーレーズが初めてやったのか、独創なのかというと、決してそうではなくて、皆さんが割と耳に馴染んでいる、そんなに極端な現代音楽と思わないような音楽にもそういう例というのはたくさんあります。でドビュッシーの例ですけれども、音が出ますか。これはドビュッシーが20世紀の初め頃にかけちゃってくださって結構です。書いた、版画という曲の中のパゴダというもんですが、これThank you.
ここにはきれいな旋律がありますけども、今今日お話しているのは旋律という構造ではなくて響きという構造なので、後ろで鳴ってるチラチラした和音の方の話なんですけれども、ドビュッシーはこの曲を書くにあたってですね、ちょうど20世紀の世紀の変わり目ぐらいに、パリの万国博覧会でインドネシアのガムランの音楽を聴くんですね。でそこから非常に強い影響を受けて、ガムランの響きっていうものを自分の音楽の中に取り込もうとします。でその手段として彼が使ったのは五音階という音階で、1オクターブの中を5つの音しか使わない音階という音階です。まあ、この曲では実はというこれらの並び替えですけれども、をずっと鳴っていました。今右手のところで、でこれもこれいっぺんに鳴らしてるのと同じなんですね。ですから七音階ではないんですけれども、それ伝統的な長調短調の音階ではない音階を使おうとしたときに、ドビュッシーは20世紀の入り口にいた人ですけれども、その非常に柔らかな音楽の見かけとは裏腹にですね、非常に過激な使い方をして、つまり音階っていうのは響きだと考えて、これ全部いっぺんにこう鳴らすわけなんですね。でこれはですね、それ以前の音楽の構造というものを、破壊するものでした。つまり響きが欲しいので音階を響きとして使う。でドビュッシーがそう使ったことの影響を受けて、例えばもう一人の京都賞の受賞者であるオリビエ・メスヤンは特殊な音階を使って、その特殊な音階の音を全部同時に鳴らすというような響きの作り方をしました。つまり何か違った音階を使うことによって、今まで聞いたことがないような響きができるっていうことがものすごく大事で、その響きが音楽を作る上での非常に中心的な役割を果たすことになったわけですね。でところが先ほどお話ししましたように、それ以前の17世紀から20世紀の頭ぐらいまでの伝統的な音楽、あるいは今私たちが周りにあふれているポピュラー音楽が依存している、音楽の作り方ですね、今のポップスの音楽っていうのその文法っていうのは基本的には17世紀のヨーロッパの文法と変わらないので、それの基礎になっているものっていうのは、先ほど話したように長調なら長調で音階を全部同時に鳴らすのではなくて、こういうふうに音階の中からいくつか音を選んで、それで3度を重ねて和音を作る。しかもそれだけではなくて、この和音の出る順番についてのある程度の習慣的なルールというのを持っています。ですから例えばというふうに、というふうに今和音を並べてたわけですけれども、こういう和音の並べ方ですね、であるいはという和音を聞いたら次にはになるだろうという、これは習慣的な規則なんですけれども、習慣的な規則であるにもかかわらずほぼ絶対的な規則です。つまり我々のこうやって日常に喋っている言語の文法っていうのは、おそらく文法の学問より先に我々は言語を喋ったわけであって、これは習慣的な規則ですね、文法は。しかしこの文法を完全に無視すればコミュニケーションができないわけであって、習慣則だからいい加減でいいというわけではありません。習慣則であるからこそむしろきついルールだというふうに言っていいかもしれません。 ですからこういう和音がここに解決すべきものは解決しないでというふうに動くと、あれというふうに思う心理的な影響が出てきて、そこで音楽表現が成り立つ。つまりルールを破るにせよ守るにせよ、それによって音楽の構造というものが成り立っているということが、あったわけです。でところが今のように音階の中からどれかだけを取り出して、その和音をどういうふうに並べるっていうルールというものが、
音階の音を全部同時に鳴らすっていう響きの世界では消滅してしまうことになりますね。つまり音階が全部同時になっている響きそのものが大事だっていうことになってしまうの でそこでこうしたその中にある、今は音の高さの和声の話だけでしたけれども、その中にある構造っていうものがこう聞こえなくなってしまった、あるいはなくなってしまったというふうに言うことができると思うんです。でなぜなくなったのかっていうと、これは19世紀にですね、まあ、19世紀より少し前に始まったことなんですけれども、音楽っていうものが、まあ、いつもこれはロマン主義の代表的なものの考え方として言われることですけれども、ロマン主義は常に相対する、あるいは相反するものが同時に存在するということがロマン主義の一つのものすごく大きなテーゼでした。でそこで音楽にはこうしたいわば文法にあたるようなものがあるんだけれども、その文法を超えたもの、つまりそこでその文法によってできてきた結果の響きっていうものを面白くすることによって、つまりその響きの印象によって音楽の成り行きを作ろう。つまりなぜか、どういうことが起こるかっていうとですね、例えばある感情を表現しようというときに、こう悲しい感情を表現するためには暗い響きが欲しいとかですね、こう堂々とした明るさが欲しいときは堂々とした響きが欲しい、つまり響きっていうものをどうつなげるかによって感情表現だとか音楽のドラマっていうものを作ろうとするようになってきた。18世紀だとまだ音楽の文法っていうものの考え方、音楽は抽象的な構造だっていう考え方が非常に強いんですけど、ロマン主義で感情表現というのは大事になってくると、どんどん響きというものを音楽の表現に利用するようになってくるわけです。でついには響きの連続っていうことが音楽の中心的なものになってくる。つまりそうしたいろいろな響きを作って、そのいろいろな響きをどうつなげるかによって音楽の表現を作るっていうことが大事だっていうものの考え方になってくるわけです。でそこで相変わらず文法にあたるような抽象的な構造というのはあるんですけれども、その構造を使ってもしかし全体の響きっていうのが重要になって、響きにものの考え方がシフトしていったときに、ついには新しい響きを作るためには中の文法はいらないっていう状況になってくるということがありまして、でもう一度最初の話に戻れば、そのブーレズの音楽では非常に美しい響きが鳴っているんですけれども、そこには少なくとも聞いてわかる内的構造はありません。でブーレズが寄って立っている構造というのは伝統的な今説明したような構造ではなくて、さっき申し上げたように12の音を均等なエレメントとして扱って、それを全部数理的にコンビネーションを作って、順番に提示するという、そういう構造で、ですから聴いている人にはそれがどうなっているかわからないので、その組み合わせが決して固定したパターンを生みませんので、結局ランダムな響きの音楽というふうに聞こえるようになるわけです。でところでですね、音楽にはまあ形式があって、そしてその表現があるんだっていう今お話をしたわけですけれども、で音楽っていうのは音でできているわけですよね。ですから音楽の素材はまあ音です。実は音だけではないんですけれども、まあ、話を単純にするために音楽の構造は音だということにすると、作曲家は音を形付けて、つまり形式付けて、それを通じて何かを表現する、音楽によって表現するっていうふうに、まあ、考えるというか、これはまあ19世紀的な典型的な音楽とは何かというものについての考え方です。でその音楽にはつまり形式と内容があるわけですけれども、まあ、素材は音だということは分かったとしても、形式と内容があるわけですけれども、その内容っていうのは何か、一つはですね、その音楽を通じてある感情を表現するとか、ある物語を表現するとか、つまり音楽の
まあ、表現内容って言ったらいいでしょうか、そういうものなんだって、これ意味論的な内容っていう言い方をします。でそれに対して音楽の内容は、実は音楽の形式の内容は意味論的なものだけじゃなくて、こう記号論的なものもあるっていう考えもあるんですね。でそれはどういうことかっていうと、例えばベートーベンの運命の交響曲を聴いて、タタタターン、タタタターンと始まるわけですね。でそこからタラタタティラタタタラタタと延々と続くわけです。で確かにベートーベンの運命っていうのは、こう全体を通じて、こう有名な話ですけど、苦悩を経て勝利に至るっていう、そういう物語の表現なんだ。でそれは意味論的な一つの解釈として成り立つかもしれません。しかし同時に、じゃああのベートーベンの音楽を聴いた時に、聴き終わって何を覚えてますかといった時に、大抵の人は今私が歌ったようにタタタターンっていうのを覚えてるわけですね。でそれは旋律ですけど、短いけど、つまり旋律自体形式なんですけど、小さいけれども、それ自体が内容だってことです。つまり私が聞いて覚えているもの、つまり記号論的な意味での内容ですね。ですから内容には、抽象的な音そのもの、あるいは音で作られた小さなものっていうものも内容と言えるし、同時にそれを通じて、その音の世界の向こう側にあるもの、あるいは音を通じて伝達される感情とかメッセージとかっていうものが内容だっていう、2つのものの考え方があります。で先ほど申し上げたように、ロマン主義っていうのは2つの違ったものを同時に合わせて、それを超越しよう、まあ、ヘーゲルの弁証法が典型的ですね。テーゼとアンティテーゼがあって、ジンテーゼがあるというものの考え方ですから、つまりロマン主義の作曲家たちは、古典派から引き継がれた音楽の抽象的な形式性、つまり記号論的な内容しか持っていないような、抽象的な自立した音の構造としての音楽っていうものを徹底的に大事にするのと同時に、音楽を通じて感じ取られる表現性、感情的な表現性とか物語性っていうものも同時に大事にしようとするわけです。で作曲家によってどっちを強調するかっていうことが違うんですけれども、しかし両方の内容が同じ一つの音楽の中にあるっていうのが、基本的に19世紀の音楽のものの考え方で、私たちの芸術音楽に対する認識っていうのは、この19世紀の音楽の考え方に著しく影響されていて、そこから出ていないんですね、実は。ですから音楽を聴くときに自動的に両方を要求するわけですね。で19世紀の中でですね、そうした傾向の中で、19世紀の半ばに、エドワルト・ハンスリックというウィーンの有名な音楽学者、後に評論家になるんですけれども、がですね、音楽というものは何かという、 こう定義をしてですね、音楽は響きつつ動く形式なんだ、でただそれだけが音楽の内容であり、音楽という客体、オブジェクトもの作品なんだという言い方をしたんですね。でこれはつまり、音楽には表現内容とかっていうことはあるだろうけど、本質的でないとは言えないかもしれないけども、副次的であって、一番大事なのはその抽象的な音の構造の方なんだという考え方です。でなんでそういう考え方をしたかっていうことには、いくつか理由があると思います。で一つは、当時ご存知のように19世紀の後半ですから、現代的な意味での学問というものがヨーロッパに成立してくる時期です。で音楽も学問から置いていかれたくなかったですね。つまりハンスリックはウィーン大学の教授になろうとしましたから、教授にアプライするためには、こういうふうに音楽も学問であるというふうにしなければ、音楽は認められないということになるので、音楽を認めてもらうためには、音楽を学問にしなければいけないわけです。じゃあ学問的な研究、つまりある程度まで
証拠を挙げて論じられるような要素というものは音楽の要素の中でどれだろうかというと形式なんですね。つまり音がどう組み合わさっていてどういう構造でできているかということは分析することができるし論じることができます。でもこの音楽から悲しみを感じるとかこの音楽から喜びを感じるとか今の心理学のレベルを適用すればできるという人もいるかもしれませんが、その学問の対象たり得るものは形式である。だから形式というものを強調しなければならなかったということが一つだと思います。それからもう一つはですね、音楽の表現内容というのがあまりにも政治的に利用されてすぎてきたということです。で、19世紀半ばですから特にドイツでは大ドイツ統一運動というのが起こっていて、で特に交響曲といったようなものはそうしたドイツ団結の象徴として聴くっていうような意識が非常に強かったわけですね。で今でも音楽っていうのがいろいろなことに政治的にプロパガンダに利用されるっていうことは当然のこと、まあ、当たり前のように行われていることであって、それはまあますます強まっているわけですよね。で、そうしたあまりにも政治的に意味付けられて音楽が活用されるということが嫌になったのでその世界から逃れるために音楽は抽象的なものである、つまり音の抽象的な構造なんだっていう言い方を強調したっていうことですね。で、このしかしこの影響というのは非常に強くて、つまり音楽っていうのはこう自律的な構造なんだっていうものの考え方、その自律性っていうのは構造から来てるわけですから、その音楽というものを構造的なものの考え方から組み立てればいいんだっていう考え方、これ形式主義と言いますけど、それが20世紀を通じてずっと受け継がれることになります。ですからブーレーズは伝統的な構造を使ったわけではありませんけれども、先ほど申し上げたような、まあ、ちょっと申し上げたようなものの考え方の構造によってあの音の塊を作ったから、これは形式でそうした形式でできているのでこれはこうした自律的な芸術作品なんだっていう言い方が、まあ、できた。で、それでそれを提示したわけですね。で、じゃあこういう形式っていうものが、まあ、作曲家はそう思って作るけれども、聴いてる方の人はそれをどう知覚することができるのかっていうことから形式を考えてみようとするときにですね、先ほど申し上げたように例えば旋律っていうのも構造ですし、あるいはあるリズムの組織っていうのも構造ですし、和音の成り行きっていうのも構造ですし、それは伝統的な音楽、つまり私が今伝統的と言っているのは、まあ、今のポップスに受け継がれているようなヨーロッパの、まあ、19世紀までの音楽の話ですけれども、そこでは旋律とかリズムとか、和声とかっていうものは明瞭に耳で聞いて分かるようになっているわけです。それでそれは作曲家もそう作りましたし、で作曲家がそう作ったように聴き手も聴くというふうに聞いているわけですね。でしかしじゃあ伝統的な音楽はそうなのかっていうとですね、20世紀になって、まあ、10世紀の半ばより少し前に、まあ、ドイツのテオドル・アドルノという哲学者であると同時に音楽を論じたことで非常に有名な哲学者がいますけれども、書いているものは非常に難しくて私にはよくわからないところがたくさんあるんですけれども、彼は、聴取の対価という言い方をします。対価っていうのはマスターという意味ではなくてリグレッション、耳が衰えているっていう意味です。進化の反対ですね。で、音楽にはこういろんな細かいところにいろんな構造があって、でそれを聴いてることによってこう全体の形式っていうのが見えるんだけれども、多くの人たちがその細かい構造を気に留めなくなった、つまり聴かなくなった。で聴いているのはさっき申し上げたようにこう全体の響きのうねりとかですね、鳴り行きだとか、そういう響きを聴くようになっていって、その中の構造っていうのはこう聴かなくなってきたんだ。
で、それは必ずしも現代音楽の前衛というようなコンテクストではなくて、仮にベートーベンの交響曲を聴いている時でさえ、そのタタタンがどう組み合わさっているかっていうことを注意深く聞くよりも、全体に苦悩から勝利へ至る道というような、その大きな音響の成り行きっていうものに注目して聞くようになってきて、細かいとこはこう気にしなくなってきた。で、これは別の言い方をすれば、音楽の構造的な自律性が、つまり聞く人の耳の中でだんだん薄まってきたということにつながっています。そして作る方もですね、今のようなその響き中心、結果的には構造が聞こえないというような前衛音楽、構造を聞き取ることができないというような前衛音楽っていうのが登場してくるわけですけれども、その時に1950年代の極末、60年代の初めに、これも京都賞の受賞者の一人であるヤニス・クセナキスは、ブレーズのやってるような音楽を批判してですね、つまりいくら組織的に音を並べてると言っても組織なんて聞こえないじゃないか、私が言ったように。だから聞こえないんだったら、最初からこういうふうに聞こえるっていうことを考えて音楽を作ったらどうか。で、響きが大事なわけですから、こういう響きが欲しいっていうものをまず考えて、その響きを作るためにはどこにどう音を並べたらいいか、その内部の音がお互いにどういう関係にあるかってことはある程度どうでもいい、相対的にこういう響きに聞こえれば構わない。で、こういう響きの後に次こういう響きが来て、その次にまた別のこういう響きが来ることによって、こう全体に大きな響きの流れとしての音楽っていうものを作ることができるということを言い始めるわけです。で、そこではある、まあちょっとネガティブに聞こえるかもしれませんけれども、つまり響きの連続によってドラマを作るわけですから、音響の、まあ、いわば音響効果の、人間のある音響に対する心理的な反応に沿って音を並べ、ドラマを作っていくということですね。つまり音響効果に依存して、非常に心理的な反応に依存した物語を作るということですから、基本的にはもはや構造というようなことは問題ではなくなってきてしまって、その別の言い方をすれば、こういう物語なんだよっていうことを、こう、まあ説明されてそうだと思って聞かない限り、つまり物語としてさえ自立しない、構造的には自立しないという音楽になってきたというふうに言えるのではないかというふうに思います。で、一方でですね、じゃあ記号論的な内容っていうものの考え方の伝統が残ってないのかっていうと、そうでもなくてですね、これも京都賞の受賞者の人であるジョン・ケージなんですけれども、今ちょっとジョン・ケージに入る前に、彼の仲間だったモートン・フェルドマンっていう人の話なんですけれども、フェルドマンが日本に来た時、私は案内して京都とか奈良とか旅行したんですけれども、大阪の音楽大学に行って講演をして、彼は自分のピアノとオーケストラだったと思いますけども、曲のテープをかけたんですね。で、その時に曲がかけ終わって、何か質問ありませんかってフェルドマンが聞いたら、聴衆の中からありました、今聞いた音楽っていうのはとても美しかったんですけども、今の音楽の内容は何なんですかって聞いたんですね。だからフェルドマンは、あの曲の終わりに向かってハープがやっているものすごく綺麗なパッセージっていうのを覚えてますかって、だその質問の方、覚えてますとおっしゃったんです。だフェルドマン、それが内容です。ですから、それはまさにさっきのベートーベンのタタタターンっていうものが、タタタターンが内容だっていうのと同じ意味で、その音響きそのもの、この場合は響きそのものなんですね、もはや旋律ではなくて響きそのものなんですけど、響きそのものが内容だっていうことです。別の言い方をすれば、音楽っていうのは響きそのものだ。で、これはフェルドマンの場合は楽器を使って響きを作ってるわけですけど、ケージは必ずしも楽器を使って響きを作りません。ケージの音楽として非常に有名なのが4分33秒という曲ですけれども、ピアニストがステージに出てきて座ってピアノの蓋を開けて何分も黙ってる。で、何も弾かないのでみんなざわざわしてくると、いろんなとこからノイズが聞こえますよね。で、そのノイズは音楽だと、あれは言うわけです。つまり世界にある音そのものはそれ自体で音楽だ。
ていう言い方をするわけですね。でケージは楽器のために音楽を作る時でさえ音は音そのままでいいんだから、つまり自然の音と同じでいいんだから、作曲家が音をコントロールしようなんてことはやめよう、音そのままにしとこうと。ですから彼は例えばピアノの曲を書くときに音を決めるのに全部サイコロ振って偶然で決めるわけです。あるいは駅境の駅ですね、税地区の、ね、駅をやってその駅でランダムに音を決めるわけです。ですからそこに出てくる音っていうのは先ほどブーレスのとこでそう聞こえるねと言ったのと同じなんですけれども、完全にランダムな音の配置が聞こえるわけです。ブーレスの場合はランダムに作ったわけじゃないんですよ。そう作ったわけじゃないのにランダムに聞こえる。だけれどもケージの場合は作曲の過程にももはや形式とか組織はありませんから、本当にランダムな音だけです。じゃあ単なる音っていうのは音楽なのかとか芸術なのかっていう話ですよね。でその時に先ほどの星空の例えに戻るんですけれども、こう綺麗な星空を見てて私にはランダムにしか見えないんですけれども、しかし星座に強い人はあれとあれはこうつなぐと何座という星座になるんだというふうにですね、こうランダムにしか見えない、知らない人にはランダムにしか見えないものをこうくくってそこにある形を認識するわけですね。でそれと同じように音がランダムに並んでいるときに聞いてる人は一人一人違うかもしれないんですけど、これとこれがひとまとまりかな、こっちとこっちは別のまとまりかなっていうふうに聞く。でそれをそう聞かないでこれは完全にランダムだと思ったらランダムにしか聞こえません。でケージはそれでもいいと思うんですけど、いいと言うんですけれども、私はそうは考えないで、あるものが音楽であるからにはある構造がある、少なくとも芸術音楽で言うという限りは構造がある。でその構造を作っているのはこういうケージの、まあ、偶然に音を決めるので偶然性の音楽というんですけれども、その場合は聞いてる人間がどう聞くかっていうことによってこう音にある形が与えられる。それはもちろん主観的に聞いてる人間が一人一人与える構造ですから、他の人にも同じ形式が認識できるとは限りませんよ。ですからその場合の形式の認識っていうのは非常に主観的になりますけれども、少なくともそうした形を読み取ることができる。じゃあこれは芸術なのかっていう話ですよね。でそうすると芸術とは何かっていう話になってくるんですけれども、これも難しい問題で、芸術とは何かっていうのは一言では当然言えないし、いくら喋ってもわからないっていうことなのかもしれないんですけれども、例えばアメリカのジョージ・ディッキーっていう美学者はですね、芸術を芸術にしているのは芸術の精度だっていう言い方をするんです。でこれはどういうことかっていうとですね、あるものが芸術として作られたら芸術、芸術として作られなかったら芸術じゃない、バカみたいな話ですけれども一言で言ってしまうと、つまり例えばシューベルトのリートを歌いますよね。でみんなこれは芸術作品というふうに認めて聞くわけです。でしかしシューベルトのごく簡単なリートっていうのは音楽の構造だけ見れば、例えばビートルズのいくつかの歌と構造的にほとんど変わらない。つまり構造の緻密さという点ではですね。だけどもちろんブーレスは、失礼、ビートルズは芸術だという人もいるかもしれませんけど、基本的にはシューベルトは芸術作品として演奏されて、ビートルズの例えばイエスタデイは芸術ではなくてポップスとして分類されるわけですね。基本的にはそれはシューベルトは芸術として作られたからであって、つまり芸術という社会制度の中で作られた音楽、文化社会制度の中で作られた音楽だから芸術なんであって、その文化社会制度の外で作られたものは芸術でないというしかないという
考え方ですね。これをまあ制度主義というんですけど、あるいは似たような考えでアーサー・ダントといったような美学者は、芸術っていうのは芸術についての芸術だっていうんです。つまりある人が何か作品を作ると、これは前芸術と言われていた作品を否定するとか、それに新しいものを加えるとか、あるいはそれに従うとか、何らかの形で以前作られた芸術作品というものに関して作る、でそういう関わりがあるものは芸術だという言い方をするわけです。ですから別の言い方をすると、こう言わなければならないということは、芸術が何かということは今の世の中では全く分からなくなっているということです。それで私は芸術っていうものを論じる、あるいはまあ音楽、芸術音楽を論じると言ってもいいんですけれども、時に今日最初にお話したような、タルタコビエツが言ったように、まあギリシャでは技術的能力が中心であって、中世のアルスでは技術的な知識が中心であって、近代では作品、ものとしての作品というものが大事だっていうふうに考えるっていうものの考え方をずらしてですね、人がそれをどう聞くか、音楽ですから聞くと言いますけど、美術なら見るでしょうけれども、あるいは体験すると言ってもいいんですけど、ということが芸術概念の中心だというふうに考えることによって、いろいろなことが単に過去の否定でない形で、これから先の展開、芸術というものがどういうものであり得るか、人間にとってどういう役割を果たし得るかということについての可能性を開くものだというふうに考えました。で、例えば先ほど申し上げたように、簡単な例を言えば、ケージの音楽を音楽たらしめているもの、それは芸術音楽たらしめているものと言い方をしてもいいですけど、それはその人がどう聞くかということです。極端な言い方をすれば、芸術と思えば芸術だと言ってもいいんですけれども、それはそういう知覚を強調する、つまりそれを聞く人にとってその音楽がどういう意味を持っていて、その聞く人にどういう働きかけがあるのか、あるいはそれを、その聞く人がそれをどう体験するのか、どう体験するのかによって、あるものが、同じものが芸術であったり芸術でなくなったりし得るということもあると思います。で、私が言っているのは別にテクネの能力とか、アルスの知識とか、近代の作品とかっていう概念を否定しようと言っているわけではありません。そもそも中世になって技術の知識、アルスっていうものが大事になった時にも、作る人間の能力っていうのは否定されたわけではなくて、そこに包含されていますね。そして作品になった時も、その作品はある技術、技術の知識を持った人間がその能力を使って作ったものが作品なわけです。ですからそういう概念に包含されてきたわけで、じゃあこの作品を聞く人間はそれをどう受け取るかっていうところに焦点を移そうということだけを私は言っているわけです。で、これは実は19世紀にもすでにあったことで、19世紀では作品概念というのが非常に強いんですけども、この作品が何を表現しているかっていう時にですね、普通はオーセンティシティということを考えます。つまり作曲家はこう思ってこれを作った、だから聴き手はそう聴かなければならない、あるいは聴き手が作曲家が思った通り聴くことによってコミュニケーションが成り立つんだ、つまり作曲家から聴き手へのコミュニケーションが成り立つんだっていうものの考え方ですね。しかし先ほどもから言ってますように、作品というのは自律的な構造を持っているので、一つのもののような存在に近いものなので、芸術家が作った瞬間もはや芸術家のものではないんですね。芸術家とは独立した存在なんです。で、そうするとこのものについていろいろな解釈が成り立ちます。だから19世紀以来起こってきた哲学の一つ、例えばシュラエル・マッハとか、ヘルダーからでしょうかね、シュラエル・マッハに始まって、で例えばニーチェや何かに至ると、ニーチェは事実なるというものはない、あるのは解釈だけだという言葉を吐くわけですけれども、あるものがあった時にそれが何かっていうのは、こう理解しなきゃいけないっていうものがあるのではなくて、その人がどう理解するかということによって、これが何かっていうことが決まるっていうことです。で、それは作品が
この作品にどういう意味があるか、何を表現しているかという、作品という実態に対する解釈だけじゃなくて、今やその作品の構造が何なのかっていうことも聞き手の知覚によって、その知覚というのは解釈として言い換えてもいいですけれども、によって決定されるというものの考え方に移行してもいいんじゃないかというふうに思ったわけです。で、私に与えられた時間をほぼ2分超過したので、あと2分で終わりたいと思いますけれども、私はもしかしたら後の議論のところで話が出るかもしれませんけれども、じゃあ自分の音楽っていうものをこうどう思って作曲しているかっていうとですね、2分じゃ済まないかな、3分ください。私は何かを伝えたいと思うとか、から何かこういう組織を作ろうと思って音楽を作りません。ただ黙って耳を傾けて、つまり私が住んでいる世界に耳を傾けて聞こえる音を書いただけです。それは別の言い方をすると、私が世界をどう体験したかということがを示しただけです。世界というのは非常に抽象的ですから、例えば時間というものをどう経験したかとか、あるいは響きというものをどう経験したかということを示しただけです。で、これは私が感じたように、もうできちゃったものは私が感じたように聴衆が聞いてくださるとは限らないということも分かっているので、いわば、自然物みたいなものですね。花とか木とか、私が育てたものですけれども、しかしこれはある意味では自然物と同じであって、それがそれぞれの人がそれぞれの立場からこれは美しいとかこれは面白いとかっていうふうに感じられるようなものができないだろうか。で、それは知覚っていうようなものから作曲っていうようなことへのアプローチの一つの可能性だろうというふうに思って40年ばかり仕事をしてきたんです。で、最後の3分間はものすごく抽象的で、言わなかった方が良かったなと今後悔しているところですけれども、何か、オチがなければいけないと思ったのでお話しした次第です。非常に取り留めのないお話になってしまって恐縮なんですが、これからのプレゼンテーションの方が締めてくださると思うので、私の無駄話はここらで一段落させていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。